皆さんこんにちは中村優子です皆さんこんにちは日経ビジネスの飯山です 日経ビジネス10月23日号の特集は、EV 時代に消えてたまるかサプライヤー反攻です。この高梁通は高梁直後の日経ビジネス編集部からお届けしています。では稲山さんにお話を伺います。高梁お疲れ様でした。お疲れ様でした、えー。読ませていただきましたが、やはり一般的にはこの自動車会社に目が行きがちだと思うんですが、サプライヤー企業も本当に底力を感じました。かっこいいですね。そうですね。あのまあサプライヤー自動車部品メーカーなかなかこう目立たない領域であるんですけれども、うんうん、実は日本の自動車産業 支える非常に重要な産業で、あの非常にあの。 象的な企業はたくさんあります、ね。ガソリン車に関して言うならば、部品が三十万個ぐらいあるんでしたっけ。えー、はい、そこを支えているのはサプライヤー企業。その通りです。と思っていいですよね。<っ>素晴らしい。あの、えー、スピード開発でトヨタに食らいつくという部分がありましたがあの印象に残っている企業はありますか。はい、そうですね。あのまあ自動車電動化が進んでいきますと、やっぱりこれまでの自動え、うん、特にエンジン部品を中心とした部品が、まあ、なくなっていくのではないかというような危機感はあるんですけれども、うん、その中で新しい部品を作っていこうとう、はい、印象的なのが布告という。 企業さんで新しい製品開発をですね若手のしかもあの自動車の専門ではない OA 機器のですね開発してた若手に託すというところで成果を出していくとかですすね非常にに印象に残っていま OA ということはそのプリンターですよね,そすね、そこを自動車に転用できるっていうところが素晴らしいなと思って本当うまくいってよかったなと思いながら読みました。 はい。また後半でそのなくなると言われているエンジン部品の会社がいくつか出てきましたが、まだ負けないそうという気概も感じましたね。そうですね。うん、あの十月にですね、あのエンジン部品を手掛けているリケントですね、日本ピストンリングという企業が合併して新しい会社が誕生しました。はいうん、その会社のトップがですね、まだまだ暴れられるんだと。はい、まだあの彼ら世界シェアざっくり三十パーセントぐらいなんですけれども、七十パーセント世界の七十パーセント取り行くんだというような気概を。はい お話になっていて、非常にここでも印象が残っています、うん。え、社長が暴れるぞって言ったんですね。<laughs> そうです。そういう会社の、あの社長もまだいらっしゃるんですね。結構、どうなんですか。今回、あの、たくさん、あの、ブイメイークーさん取材させていただきましたけれども、皆さんやっぱり、こう危機感を持って。もう道を切り開いていこうというような気概に満ちているなと。感じました。 応援したいですねはいいありがとうございますでは最後に伺いたいんですがまもなくジャパンモビリティショーが始まりますけれども注目してている分野ってありますすかそうですねあの前回はコロナであの開催ができなくて、うん、で今回装いも新たにということでモーターショーからモビリティショーというイメーうに名が変わったんですね。はい、ということはつまり自動車だけではなくてですね本当にモビリティ全般の未来を。 示すような賞になるというふうに聞いておりまして、はいうん、私も非常に期待して楽しみしているところで,ですね。もちろん記事も書かれるんですよねそうですね、はい、あの今の切り口を一生懸命探しているところですはわ、い、かりました楽しみにしていますありがとうございました 日経ビジネス最新号10月23日号は10月20日以降順次定期購読者の皆様のお手元に届くほか日経ビジネス電子版でも公開されます10月23日月曜日には一部の書店やキオスクでお買い求めいただけますぜひお読みいただければと思います改めて飯山さん考慮お疲れ様でしたお疲れ様でした